有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。ということで、LINE スタンプ第3弾噛んじゃった。LINE スタンプ第3弾発売されたということで。はい、私4月に第1弾、5月に第2弾、で6月に第3弾、実は月1回、ワンセットをちょっと理由もあるんですけど続けていこうと思って第3弾無事に出すことができました。ありがとうございます。アップするのにちょっとね、アリサの力を借りましたけどね、なんか なぜかできないっていうので、そこでちょっと SOS 出してやってみたら、実はえらいね簡単なことやったらね、ビビったんですけど。どうですか、買ってくれた人がなんか送られてきたりとか、うん、あ、はいはいはい、もうなんかふふって思いますよね。ありがたいなっていうのと、もうどん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 こう世に出していってあげてほしいなっていうのと、うん、そうですね、確かに、うん、今回、第1弾第2弾はかりんちゃんのキャラクターだったんですけど、はいはいはい、そうそう、もう本当にかりんちゃんキャラクターっていう感じなんですよね。でその第3弾に関してはそれの仲間みたいな感じで、仲間なんか言ってちょっと突っ込まれそうなんですけど、桜餅をモチーフにしたちょっとポワポワ系のお餅を、ベースに、そう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 、ポワンってした感じの可愛い、かりんちゃんの世界観にいるんです、うん、そうそうそう、うん、お客さんに食べてもらう桜餅なんだけど、まあちょっとこう喋れちゃったりとかするっていう。かりんちゃんが、どこで働いてる設定？竜宮城です。竜宮城で働いてる設定で、そこに出てくる桜餅、そうそうそう、他いろいろキャラクターいるんですけど、まあポワンとしたのをまず出しました。はい、そういうお話のなんか絵本とか見てみたいですよね。そうなんですよね、作ろうかなと思ってますので、よろしくお願いします。お願いしますはい、できればはい、サムネでお願いしてもよろしいでございましょうか。では概要欄にLINEスタンプのリンクを貼っておきますので、はい、ぜひそこから皆さん買っていただけたら嬉しいなと思います。めっちゃ商売気出してすいません。かりんの玉手箱。このコーナーはキラかりんさんの経験したことを話していただきます。今回の玉手箱は横浜にある船、ご存知ですか？横浜にある船、知らないです。知らないですか？横浜 の山下公園に、はいはいはい、あります。はい、そこに大きい郵船、いわゆる郵便の船ですね。まあ言ったら郵船そうですね、郵便の郵に船の郵船で、昭和初期に、施工された船で、昭和4年かな、そういうの。で、竣工したのが昭和5年かなっていうので、もう100年以上。それは今でも、はい、今、動いてないです。一応それは、言うたら30年経ってか、竣工してか、活動して30年経って、もうお役目終わったんですけど、国の重要文化財としてずっと山下公園に展示されてる、停泊してるっていう状態で、だからあれですよね、海の上に浮かんでるんじゃないですか？いや、浮かんでます、はい、浮かんでて、要はちゃんとこうつながってて、そうなの、はい、じゃあもう動くことはない？動くことはないですけどね、はい、はい、重要文化財として停泊してるんですけど。それは乗れるんですか？はい、中がね、言ったら博物館ですよね。 100年経って見れるっていう、結構何回かね、外側から私も見てたんですけど、まあ中にちゃんと入れるっていうのは初めて知って、で実はそれを使った話をまたちょっと考えてて、でそれをちゃんと見に行かなきゃっていうので。でその船は氷川丸っていうんですけど、山下公園にあるのはね。でそれにはチャップリンだとか秩父の宮とか、その100年前には皆さん乗せてシアトルに行ったりとかね、郵船なんですけど、そのちゃんと特別室とか
宿泊ができる部屋もあるので、まあ、あのすごい見応えあるんで。タイタニックぐらい大きい、まあ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 大きさはね、大きいです。泊まれます泊まれます、あ、一等客船特別客船みたいなところもあって、まあ言ったら三等室みたいなとこまであってみたいな。それ行きたいですわ。はい、行ってください行ってください。普通にもうね、博物館っていう定義なので、あの本当にあの、まあ、ちょっとねいやらしい言い方しますけど、お安い価格で見れますので、ぜひね皆さんね、せっかくね横浜行くんやったら 見張ったらどうやろうみたいな思いましたね。マスター公園は行ったんですよ、うん、はいはいはい、チューリップが咲いてたことだけ覚えていて。まあまあね、なかなかねそこに行き着くまでにね、うん、いろんなこと調べないといけないんであれですけど、まあ、あの氷川丸は現存してます。あの動かないですよ、動かないですけど展示物としてあって、でそれあの3層ある、3隻っていうのかな、あの姉妹船があって、であの平安丸っていうのは私今度ちょっと題材に考えてるんですけど、平安丸っていうのはあのちょっと戦争あった時にあの撃沈しちゃって、どこにあるんですか、は海の海底に今もう沈んじゃってるんですよ、うん、攻撃受けちゃって沈んじゃってっていうのがあるんですね。それも有事、あ、そうです、そうそうそう、なるほど、はい、なのでね、あのそういった意味で最近ちょっと歴史に絡むところにね、あのちょろ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 私行ってまして、はい、細かいことね喋り出したらキリがないんでざくっと言いましたけど、まあ、横浜ならまずそこにまず行ってみてはどうかなっていう提案をさせてもらいました。はい、ありがとうございます。はい、川丸覚えました、はい、皆さんも覚えてください。アリアスのちょっとした話、本日のちょっとした話は、私はお笑いがやっぱ好きだなっていう話です。おでも、ね、あれですよね、私とお笑いのその時代がちょっと若干ずれてるから、若干どれぐらいでしょう、うん、でもあれですよ、うん、あのこの間ダウンタウンの話してたじゃん、うん、はい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 、ダウンタウンも大好きですよ。あ、まあまあね、ダウンタウン水曜日のダウンタウン見てます、ね、あー TVer で。いや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 、まあ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 、私のねダウンタウンっていうのはすいません、4時ですよだのダウンタウンなんですよ。もうねテレビの生まれてないし多分まだ大阪にいてはった頃。そうですね、もう本当に大阪にいてた時の、 あの NEC だっけ、 NSC、 NEC って言ったらあれか、ごめん、 NSC の一期生がもうそこでね、あの4時ですの、 あの心斎橋、今はないけど二丁目劇場に行ってて、もう女子高生キャーキャーワーワーキーキー言うてた時代なんで、はい、その当時ってあれですよね、西城秀樹とか大広美とか、うん、あの辺が人気の頃ですよね、うん、違います、それはちょっとちょっと時代が違うかな、何やろ、なんか、うん、顔がイケメンな人がにキャーは分かるんですけど、はいはい、まあ、ダウンタウンは、まあ、顔よりも面白さじゃないですか、あキャーって言えるっていうのがなんかすごい時代だな。あの時のねまっちゃんかっこよかったんですよ。ああ確かに細くてね、う髪の毛黒くてね、うん、でこう上げててね、こうちょっとね、そうなんですよね、まっちゃんはちょっと可愛い感じなんですよ、古着着て、おカジュアルですよね。そうね、うあの人たちのあのなんだっけラジオ、うん、ヤンタンとかもあってめっちゃおもろかったんですよ。で関西でその当時ってあのダウンタウンとあと慶州、今もうあれですけど慶州って何ですか、清水慶と泉秀って、清水慶さんは分かります、うん、泉秀さんってあの泉秀さんはちょっと分かる、あ、はい、あの2人がねいてて、うん、あの4時ですよではダウンタウンじゃないですか、はい、で別の、ね、曲なんですけど慶州5って5時から、ね、生放送してたんですよ。だからそのちょっとねこう2波に分かれてたっていうね、あ、4時ですよだわ1時間番組、うん、1時間番組、あ、じゃあ一応チャンネル変えれば間に合う、あ、まあ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 、まあ、全然間に合いますね、はいはい、ただもうそこに行くのにみんなめっちゃハガキ出してたんで、見に行きたいってことですか、見に行きたい、生見れるから毎日、
ラジオはごめんなさい、普通にあのヤンタンなんで千里山でやってたんですけど、あの4時ですよだと、あとその KC5 っていうのはあのテレビですよ、番組、テレビ番組ね、それぞれがそのスタジオに行って見れると。ああ、生で見たんやったらそれはあれですね、うん、今ってそんなあんまないですよね、言うほどラジオ生 あると思いますよ、ま、ラジオの生、まあまあラジオはあれか、オールナイトニッポンとかやったらあるってことか。私ラジオ聞くの好きなんで、うんうんうん、聞いてますよ。お、今誰聞いてるんですか。一番よく聞くのは有吉さん、はい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 、オードリーと、はいはいはい、あとはあのお笑いだと霜降り明星とか、お、まあ、あの辺、あの辺ですか。もうごめん、なんかあのうんうんって聞いてて、あのその3組はちゃんと頭あのイメージはあのちゃんとポンって出てきたんであれなんですけど、あ、有吉さんね、どうしてもね、私の世代やったらどうしてもね、猿岩石しかないんですよ。ああ猿岩石もやってた頃は知ってるし、あの曲がなんか流行ってた時代ももちろん知ってるんですけど、うん、やっぱりなんかピン芸人っていうか、なんか猫、はい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 、格好して一時ちょっとやってた、やってたんだ。相川翔のモノマネして、うん、だからいろんな人になんかあだ名をつけてる、はいはいはい、時のイメージがあります。へえ、それちょっと私知らないから見てみたいな。ああ、そうですね、だからそっからいろんな芸人さんに多分呼ばれるようになって、うん、うんうんうん、再ブレイクっていうんですかね、うん、ね、よかったですよねあの人ね、うん、顔もかっこいいしね。まあ、かわいい顔してますよね。あの、かわいいとか言ってるけど。有吉の壁っていう番組を私は見てますけど、ね、若手芸人が、うんうん、例えば今日はショッピングモールとか、今日は病院とかで、うんうん、受けていくんですよ。へー。で、あ、その本当のショッピングモールとかですよ。うんうん、行ってってことですね。有吉さんとあの佐藤しおりさんっていう女優さんが2人で回って判定をする。へー。で、クリアーとかどん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 ボケていくっていうのを見てます。おー、やってみたくないですか。いや、あんな芸人さんみたいにうまくできない。面白いです本当に。一回見てみます。はい、Kプランニングとは映像やイラストを中心に活動するグループのことです。作品作りに関し、作品作りに関わっていただける方を募集中です。コメント欄もしくはフォームからお問い合わせください。お待ちしております。はい、ぜひぜひ皆さんお願いします。もうラジオもね、長く続いてきました。そうですね、すいませんね。もうすぐ50回なんで。そうですね、50回でイエーイのパーティーしましょうか。パーティー、だから1時間ぐらいラジオします。聞いてくれるかな。一人で1時間って喋れる自信ってあります。あります。あ、そうなの。意外と一人でボロ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 喋ってるかもしれない。いやいや、じゃあ皆さんのカリンさんの方の YouTube で見てください。そうですね。YouTube ね、はい。はい。一人ラジオも昔やってたんですよ。あ、そう。ああ、はいはいはい、やってましたね。うん、でも一人って寂しいですよね。あ、そうですかね。やっぱりこうカリンさんと二人で喋るのが楽しいし、聞いてるとそっちの方が楽しいと思います。うんうん、まあね、お互いね、はい。うちの親とかは、うん、カリンさんってどんなやつすごく聞いてる。いや、どないしよう。なんかすごくそれをなんかこの間実家帰った時に聞かれた。あ、そうですか。はい、ってことはイコール聞いてくれてんねんなって。ありがたいですね。うんうん。父だと思いますけど。はいはい。はい。こんな感じで。楽しくね、はい、やっていけたらなって思いますね。今回はもしかしたら8月とか、うん、あ、そうですね、もう今計算的にはそうですね、うん、今が41回目のはずなんです、ね、そうですね、はいはい、8月はちょっと無理か、9月頭ぐらいですかね、はい、もしかしたら皆さん楽しみにしてください。何かやるかもしれません。そうですね、あ、皆さんコメント欄になんかちょっとね、あのやってほしいこととかね、はい、掘り投げてくれたらね、拾いに行きます。この番組は皆さんの応援によって成り立っております。 YouTube にコメントをしていただくか、概要欄にあるフォームまでお便りお待ちしております。それでは来週金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安ありと平かりんでした。また来週。また来週。